プレジデントストリート、メドガー・エヴァースカレッジ駅は、ニューヨーク市地下鉄 IRT のストランドアベニュー線の駅である。ブルックリンク、クラウンハイツのノストランドアベニューと、プレジデントストリートの交差点に位置し、2系統が終日、5系統が平日のみ停車する。駅入口駅は、ノストランドアベニュー線が開通した1920年8月23日に、同時に開業した。 島式ホーム一面と線路二線を有した一面二線の地下駅で、ノストランドアベニュー線の北端駅である。当駅は、ノストランドアベニュー線内で唯一島式ホームを有している駅である。駅の北側には、IRT イースタンパークウェイ線との合流点である、ロジャースジャンクションがあるほか、駅から北へ2ブロック進むと、イースタンパークウェイ線のストランドアベニュー駅がある。 駅は1950年代にホーム南側を延長し、有効長は510フィートとなり重量編成の列車の入線に対応できるようになった。この延長された部分の壁面には青地に白の3セリフ帯で、プレジデント ST と書かれた駅名表がある。また、壁面上部には等間隔に駅名が白文字である、P と書かれたカルトゥーシュが飾られているほか、 ホーム上には等間隔で青の柱が立っており、黒地に白のニューヨーク市地下鉄標準の駅名標が掲げられている。改札口は駅北側のホーム上階に存在し、ホームから階段と上り専用エスカレーターが接続している。改札口には回転式改札機と地上への階段二つがある。ありがとうございます。